くちばしくち流アモクは、翼流目の二大グループの一つ。グループの名称は、この群を代表する属ランフォーリンクスから取られ、日本語はそれを訳したものである。そのため、ランフォーリンクスアモクとも呼ばれる。脊椎動物として初めて空を飛んだグループである。最古の化石は山上気候機から発見されており、その後白亜紀になってからの記録はなく、 ジュラ紀末期に絶滅したと考えられているサイコの翼竜でも翼竜としての特徴をすべて備えており、祖先的主流類,類のどのような生物から進化してきたのかはまだよくわかっていない。クチバシクチ竜アモク発祥の地はサイコの化石の発見地であるヨーロッパではないかと目されており、 そこから全世界に拡散したと考えられている。主な化石の産出地は、北米、ヨーロッパなど、北方のもと、ローラシア大陸を中心としているが、ランフォリンクスの一種が、タンザニアで、カンピログナトイデスの一種が、インドで見つかっており、今後の発掘により他のゴンドワナ大陸からの報告も、期待できる。翼竜目のもう一つの亜目である、翼指竜亜目はこの、 くちばしくちりから進化したことがほぼ確実であり、そのためくちばしくちりは、側系統群となる。最近になって対等してきた分岐分類学では、側系統の分類群を認めていないため、分岐分類学的立場では、くちばしくちりという分類群は認められない、ことになる。現にデビッド・アンウィンが2003年に発表した、抑流の分類体系では、 くちばしくちりゅうあはすでに消失している。しかし進化分類学の立場では、側系統群は分類群として有効であり、ペーター・ベルンホファーはくちばしくちりゅうあを認めた分類を行っている。分岐分類学のみが正当な分類方法であるという意見には、生物学者の中でも異論があり、分岐分類学で、 すべての分類を構成し直すかどうかについては今、しばらく生還が必要である。翼指流暗黙に対して、以下のような身体的特徴を持つ。植生は、魚食性と虫食性が基本であると考えられている。エウディモルフォドンの化石では、胃の内容物として、氷林魚の鱗が発見されており、ランフォリンクス腹空内で半分消化された、魚類動体が化石化している例がある。 ただし、完全に魚食性に特化していたというわけではなく、ランフォリンクスのいない養物には、未消化の魚類の他に判別不明の別の食事の跡が残存していた。また、アヌログナトゥスやバトラコグナトゥスのような幅広の口を持っていたものは、原生で同様に幅広の興奮を持っている、ツバメヨタカ、小型コウモリ類と同じように虫食性であったと考えられている。魚食性が、 明らかになっているものについては、原世の鳥類をモデルにした、様々な生態復元が行われている。ランフォリンクスのすべて前方を向いている歯から、デビッド・アンビンは、空中から水中に飛び込んで魚を突き刺して、捕まえていたというアジサシをモデルとした復元を行い、同じくランフォリンクスの下顎が縦に薄く、下に突き出し気味になっていることから、 ペーター・ベルンホーファーはハサミアジサシのようにしたの実を水面下に入れながら水面をスキミングして魚を捕まえていたという説を出している。また他の翼竜では興奮の形状の類似からディモルフォドオンは角めどり型の復元が行われたこともある。樹状を四足歩行するプレオンダクティルス。ただし、獅子が把握力を持っていたかは定かではない。抑留の地上姿勢が 四足歩行だったか二足歩行だったかについては多くの議論が交わされたが長い尾を持つくちばしくち流あもの仲間は特にその尾でバランスを取ることにより二足歩行が可能だったのではないかと目されて二足歩行説のよりどころとなっていた最も有名なのはケビン・パディアンによって二足歩行に復元されたディモルホドンの復元図である鳥類のように翼を脇に折りたたみ 長い尾によって前半身の釣り合いを取りつつ、後ろ足のみで走る図は、様々なメディアで紹介された。しかしながら、その後、化石化の過程で押しつぶされず、立体的構造をそのまま保持した翼流の骨盤と大腿骨が発見されたとき、大腿骨の長軸と骨頭のなす角度や肝骨薄の深さと方向などから、翼流の大腿骨は、 鳥類のように体の直下に伸びるようにはなっていないことが明らかとなり、少なくとも鳥類のような二足歩行の復元は最近は行われないようになった。現在では、翼指流亜目、口端口流亜目ともに折りたたんだ前足の翼指筋一部を他の前指とともに地面につけ、四肢を側方に踏ん張りながらも体を地面から持ち上げて四足歩行していたという復元が、 一般的である。翼流の足跡と推定される生根化石は、スペインやメキシコで発見されていたが、それらについては、ワニのものではないかという説もあり、また時代も白亜紀のものなので、少なくともくちばしくち流暗黙の足跡では、ありえなかった。しかし、最近になって、フランス南西部のクレイサックの海岸で発見された、後期ジュラケの足跡は、翼流、しかも、 くちばしくちりゅのものである可能性がかなり高いことが明らかとなった。その足跡は明らかに足裏行政の四足歩行を示している。くちばしくちりゅには以下のトガが含まれる。主な族とともに示す。ダイモアファドンラムフォリンクス。ありがとうございます。